国宝立名美前国宝閉鎖古美前派は、平安時代中頃に起こった美前国の日本刀刀工一派の総称で、五家殿の内美前殿に属する。古より贈答用として陳調されたほか、いわゆる門外不出の加報となっていた作品も多い。美前国では、吉井川流域で産出される良質な砂鉄を原料とし、古くから担当が行われた。平安時代末期から、 鎌倉時代初期の投稿を総称して古美前派と称する。今日まで続く備前伝の始まりである。一条天皇に召し出された友成が祖と伝わり、平安時代の中頃である永遠頃から起こったと伝えられるが、現存作は平安時代末期から鎌倉時代中期にかけてのものとなる。古名を名乗る単野が比較的多いものの、同じ名のものが数世代。 もしくは数人いたと思われる。最も多く残されているのは、摩擦根で、ついで、友成が続く。古より贈答用、法能用に沈調され、江戸時代においてはそのほとんどが大名家内支持者に収められていた。隣国備中において、ほぼ同時期に起こった、小青派に小備前派と同盟の単野が複数名おり、小備前派。 古青公か作風見極めがたく、なお研究が必要な投稿が複数存在する。国宝、重要文化財の一部を挙げる。立命名全国ともなり作り重要文化財に指定されている古美前派の作刀は数多い。歴史的な由来が興味深いものを特に取り上げる。ありがとうございます。